あなただけの世界。でも趣味は今一つかも。グジリーさま、何でもか、ご命令は。ギギギギギギギ、痛いよ、ハリケーン。なんだ、この化け物は。あなたが考えた自分の召使いじゃない。だけど女はいないってことは、私のことが気に入ったってこと。自分で言うのもなんなんだけど、リルシちゃん結構可愛いと思うし。あれあれ、えガーンガーン、え、我が妃はイブだけだ。イブを探し出し、超相馬の永遠の命をこの手に得てみせる。よくも恥をかかせてくれたわね。そっちがそのつもりなら、こっちにだって考えがあるもん。お望み通りイブを探させてあげる。でもイブは絶対に渡さない。あんたなんか利用するだけ利用してポイなんだから。ああ、ああよ。暴れるのもいいけど、後片付けさせられるこっちの身にもなってよ。また男に振られたんだ。違うもん、私が振ったんだもん、あんなやつ。図星か。だけどそっちの後片付けまではごめんこむるよ。もうみんなで私のことバカにして。ブンブン。これがリリスとガルガンチュアの過去にまつわるお話。世界を一つ手に入れて、ガルガンチュアは創造主となったのか、それともただの囚われ人と化したのか。運命の輪が止まらぬ限り、何が本当かは誰にも分かりはしません。闇と帽子と本の旅人、次の物語もお楽しみください。この番組はエイベックスモードの提供でお送りしました。